はい、基礎練習やってます。クロールの板キックですね。板キックを 25m4 本ね、4本やってます。これ足先ね、しっかりちょっと揃えた状態で、で、まあ、ちょっと小さく蹴っていきます。で、その状態で足の甲ね、足の甲でちょっと水を当てて、しっかりと後ろにパスしていくようにちょっとね指示していきます。お、ええ感じや。はい、でこの時足開いたらちょっとブレーキかかってしまうんで、だからしっかりと足と足をしっかり揃えた状態ね、揃えた状態で蹴るようにすると前にグイッとこうね進んでいくんで、はいはい、行こうか。はい、そうそう、ああいう感じね、ちょっとね、だからちょっと軽くね足曲げて後ろに蹴飛ばしていくというような感じね。そうするとグイッとこうね前に進んでいくんで、まだもうちょっと足閉じようか、ちょっと閉じ、足先揃えて、そう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 。お、早いな、ええ感じ。はい、ご用意。はい、そうそう、で原田君後ろね、後ろに蹴るように小さくね、小さく速く蹴るという感じ、そうそうそう。はい、後ろ、はい、そうそうそう、はい、僕らこっちアップ行ってください、アップ。はい、いける、おい、はい、で小さく速くて、で水を後ろにパスしていくって感じね、水を後ろにパスしていくっていうような感じで、はい、そう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 、おお、愛ちゃん早いな、ええ感じや、はい、オッケー。